こんにちは、キミチ,ュリチャンネルのキミです今回は耳で覚える講習講義第19講義目ということで前回に引き続き類危険物についいいいててやっていきたいと思いますまだ前回の動画を見ていない方はまずはそちらを見てくださいではやっていきますではまず前回の続きニトロ化合物からニトロ化合物に該当するものは2つピクリン酸とトリニトロトルエンです まずピクリン酸から。このピクリン酸は試験でよく問われる物質になりますのでしっかりと覚えてください適正な消化方法は注水消化ですが一般的に困難とされています適正な消化方法は注水消化ですが一般的に消化が困難になります黄色の結晶黄色の結晶でンカ性があります性があります。有毒で無臭苦みがあります毒あり臭いなし味が苦い です有毒無臭苦味があります水に溶けないですが熱湯アルコールジエチルエーテルに溶けます水に溶けないですが熱湯アルコールジエチルエーテルに溶けますでここ1番のポイントです金属と反応して金属塩爆発性のある金属塩を発生します金属と反応して 爆発発性のある金属を生します。乾燥すると危険が増します注意しなければいけないもの5個衝撃アルコール要素硫黄ガソリンの5つです衝撃アルコール要素硫黄ガソリンに注意しなければいけませんで貯蔵の際には乾燥させないように貯蔵して 金属と反応したら爆発性の金属炎発生するので金属を避けなければいけません次にトリニトロトルエントリニトロトルエンは注水消化が適正な消化方法ですが同じくですね一般に消化が困難になります注水消化が適正な消化方法だが一般に消化が困難になります色は淡い黄色と書いて炭黄色炭黄色の結晶炭黄色の結晶ですでピクリン酸よりも安定なので危険性が低いです ピクリン酸より安定です。水に溶けないがアルコールそしてジエチルエーテルに溶けます。水にに溶溶けけないがアルコール、ルルコーージエチルエチテルに溶けます。でこのトリニトロトルエンはピクリン酸と違い金属とは反応しませんので覚えておいてください。トリニトロトルエンは金属と反応しません。で注意しなければいけないもの2つあって加熱と衝撃に注意しなけければいけません。加熱と衝撃に注意しなければいけません。 次はニトロソ化合物についてニトロソ化合物に該当するものはジニトロソペンタメチレンテトラミンジニトロソペンタメチレンテトラミンです適正な消化方法は中水消化中水消化が適正な消化方法です色は淡い黄色炭黄色です炭黄色の粉末炭黄色の粉末で水ベンゼンアルコールアセトン全てに溶けます 水、ベンゼン、アルコール、アセトンすべてに溶けます。加熱すると窒素、アンモニア、ホルムアルデヒドが生じます。加熱すると窒素、アンモニア、ホルムアルデヒドが生じますで。注意しなければいけないもの、2つあって、衝撃と強酸、強い酸ですね。強酸に注意しなければいけません。衝撃と強酸に注意する必要があります。次は、ジアゾ化合物について。 ジアゾ化合物に該当するものはジジアゾジニトロフェ基本的に消化が困難消化が困難で色は黄色で粉末です黄色の粉末水に溶けないがアルコールアセトンそして有機溶剤に溶けます水に溶けないがアルコールアセトン有機溶剤に溶けます 日光に当たるとですねもともと黄色だったんですけど褐色に変色します日光が当たると黄色から褐色になりますそして爆合するというですね特徴もあります爆合をします加熱衝撃この2つに注意する必要があります加熱衝撃に注意する必要がありますで貯蔵の際は水の中水中で貯蔵します水中で貯蔵しますあアゾぞ化合物についてアゾ化合物に該当するものは アアゾゾビビススイイソソブブチチロロニニトトリリルルです適正な消化方法は中水消化中水消化が適正な消化方法です白色の結晶白色の結晶で水に溶けにくくアルコールエーテルには溶けます水に溶けにくくアルコールエーテルには溶けます加熱するとシアン化水素と窒素になります 加熱するとシアン化水素そして窒素になりますでこのシアン化水素なんですけど別名ですね生産ガスまたはシアンガスと呼ばれています生産ガスまたはシアンガスと呼ばれています次は硫酸ヒドラジンについて硫酸ヒドラジンの適正な消化方法は注水消化注水消化が適正で防塵マスクなどの保護具を着用して消化をします 保護具を着用して消化をします色は白色、白色で結晶になります白色の結晶です冷水アルコールに溶けないが温水には溶けます冷水アルコールに溶けないが温水には溶けますそして強い還元性、強い還元性があり酸化剤と反応します強い還元性があって酸化剤と反応します 水溶液水に溶けた場合ですね水溶液は酸性酸性を示します水溶液は酸性です有点以上で分解してアンモニア二酸化硫黄硫化水素硫黄になります有点以上で分解をしてアンモニア二酸化硫黄硫化水素硫黄この4つに分解をしますでアルカリと接触するとヒドラジンを有利が出てくるって意味ですね アルカリとと接触すするる。ヒドラジンを有利するでこのヒドラジンなんですけど求め方がアルカリと反応するということで今回硫酸ヒドラジンという物質ですよね硫酸っていうのは酸ですよねでアルカリはアルカリですね酸とアルカリが反応すると打ち消し合う中和反応ですね打ち消し合いますのでアルカリと接触するとアルカリと硫酸がなくなるなくなったら残るヒドラジン じゃ有利すするももものをもう一度見てもらえるとヒドラジンが有利しますよねこんな考え方でですね覚えてもらうと覚えやすいかと思います次はヒドロキシルアミンについてヒドロキシルアミンの適正な消化方法は注水消化注水消化が適正な消化方法で保護具を着用して消化をします保護具を着用して消化をします色は白色白色で結晶になります白色の結晶です 水に溶けるがエタノールには溶けません。水にに溶溶けけるがエタノールには溶けません。懲戒性を持っているという特徴もあります。懲戒性を持っています。そして蒸気は空気より重いです。蒸気は空気より重たい。目や軌道を刺激する蒸気です。目や軌道を刺激する蒸気ですので注意しなければいけません。そのためですね、保護具を着用するという意味もあります。で注意しなければいけないもの。 ラカ、火ですね。火と高温帯、紫外線に注意しなければいけません。火、高温帯、紫外線に注意する必要があります。でこのラカ、火と高温帯を避ける必要があります。火と高温帯を避けて貯蔵をします。次はアジカナトリウムについて。アジカナトリウムは非常に重要な物質になります。試験にもよく出てきます。なぜ試験によく問われるのかっていうのも説明しますので、よく聞いておいてください。 適正な消化方法は乾燥砂乾燥砂が適正な消化方法ですで唯一の重水原菌です重水原菌になりますこれもですねなぜかというのを説明します色は無色無色で結晶になります無色の結晶水に溶けるがエタノールに溶けにくくエーテルには一切溶けません水に溶けるがエタノールに溶けにくくエーテルには一切溶けませんでここポイントです 加熱すると窒素と金属ナトリウムになります加熱すると窒素と金属ナトリウムになりますでこの金属ナトリウムっていうのが非常に重要で第3類の金水性物質になります金属ナトリウムは第3類の金水性物質 っていうこの菌水性物質というものからですねこのアジ化ナトリウム中水玄菌とされる理由になりますでこの中水玄菌というのがこの第5類唯一の例外ですので非常に治験に問われるということになりますこの部分ですねしっかりと覚えてください酸と反応するとアジカ水素酸アジカ水素酸っていうのを発生して有毒で爆発性があります酸と反応して有毒で爆発性のあるアジカ水素酸というのをですね出してきます 水と重金属水と重金属と一緒になるとアジ化物爆発性のあるアジ化物になります二粒化炭素臭素、二粒化炭素臭素、この2つに注意しなければいけません でですね、日光酸、金属を避けなければいけません日光金属を避けなけけなればいけません。しかも注水消化現金ですので日光酸、金属に合わせて注水消化とかもですね避けなければいけないということで非常に危険な物質になりますなので試験に問われやすいということです以上で耳で覚える講師講義第19講義目第5類危険物について終わりたいと思います次回は第20講義目ということで 第六類、危険物についてやっていくので、よかったらチャンネル登録をして、また次回の動画を見てください。終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。